トマトのブルスケッタ製ハムのブルスケッタブルスケッタはイタリア料理の軽食の一つ。おつまみや前菜として用いられる。元来はイタリア中部の郷土料理である。名称はローマ地方の方言で炭火で炙るを意味するブルスカーレに由来する。ブルスケッタで使用されるパンはスライスし、それをグリル、またはオーブンで焼き、その上にニンニクをすり込ませて熱で溶かすものである。 次にトッピングはエキストラバージンオリーブオイルと塩をまた胡椒が一般的だがトマトなどを加えることもできる。このようにシンプルな形が多い。また各州によってブルスケッタのあり方は変化する。カンパニア州では現場労働者のための軽食としてブルスケッタは生まれた。新鮮なトマト、油、ニンニク、時にはオレガノで合わせる。 オレガノの存在を特徴とするカンパニアでは広く普及している。今日ではアンチョビ、オリーブ、チーズピーマン、キノコ、ズッキーニ、ナス、サラミを乗せることもある。ピエモンテ州のブルスケッタの一つの形はニンニクをすり込ませたトーストパンのスライスから構成される。その後、パンのスライスをサンドイッチのように閉じ、トマト、油、塩のスライスを詰めることができる。 トスカーナ州ではブルスケッタとして知られているのはニンニクパンである。使用されるトーストパンは中は柔らかく、外がカリカリになっていることが特徴である。クロスティーニイタリア料理で似たような料理にクロスティーニという料理が存在する。これはブルスケッタと非常に似ているが、クロスティーニで使用されるパンはブルスケッタで使用されるパンに比べて小さく、外はカリカリで中は柔らかく、 より薄くスライスされている。また、クロスティーニのあり方は多彩で、様々な食材を乗せることができる。例えば、スープにつけたり、スモークサーモン、バーブチーズ、ズッキーニ、レバーペーストなどを乗せることもある。アメリカ合衆国では、トマト、ニンニク、ハーブ、オリーブオイルを混ぜ合わせたソースを、ブルスケッタと呼んで市販されている。英語圏では、ブルーシェッタと呼ばれることもある。 ありがとうございます。